はいどうも、上白剣でございます。本日はですね、すごく気になったものがありまして、こちら買ってきまいりました。俺のチョコビ、トリュフ香るステーキ味です。チョコビといえばですね、チョコ味の甘いやつが印象に、っていうかそれが普通の味だったんですけども、今回野原ひろしの柄で、しかもステーキというまあお惣菜というんですか、まあそういった種類のものを使ったものになっているので、すごく気になったんです。意外性があって、そこで今回今まで食べたことがなかったんですけども、皆さんこちら見かけたことがありますでしょうか。それでは早速食べていきたいと思います。見た目は普通のチョコビとそんなに変わらないですね。それでは味の方どうなんでしょうか。なんかすごくガーリックが香る、その大人の味って感じですね。もう一個いきます。確かにこれは、普通のチョコビとはちょっとまた一味違う感じの商品です。あ、ちなみに野原ひろしの名言シール1枚入っています。それも開けてみたいと思います。さあどうなんでしょうか。紙、お、こちらですね。あ、ちょっと見えますか、画面がぼやけてて、木の上に立って見ると書いて親という文字。その話はちょっと見たことないんですけど、まあすごく野原ひろしはいい父親だと思います。というわけで、以上俺のチョコビ、トリュフ香るステーキ味の紹介でした。皆様も興味がありましたら、ぜひ買ってみるといいと思います。以上、今回の動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。